はいどうも石崎です。それでは TOEIC 進行式問題集解説いきますね。ボリューム4テスト1162から164ですね。まず英文の方からパート5とかパート34で問われそうなやつですね。まず大事なのはあの大事なのはっていうのは僕が昔 t o e i c 800以下の時に区別できてなかったんですよね。それは難しいから区別できないとかじゃなくて僕の怠惰によって区別しなかったんですけど今思うとねあれをもうちょっと早く理解しておけば あまあもうちょっと早く点数取れたのかなとか思うです。僕やっぱね詰めいとかあって例えばこれなんですよエンプロイですよあとエンプロイヤーの違いそんなんすぐ分かるぜっていう人はいいんですよ素晴らしいんですよでエンプロイヤーの方イー、e、person employed for wages ズおサラリ a r ね賃金とかサラリー収入のために雇われている人々だから従業員の方ですね、e、つの方はでエンプロイヤーの方は雇い側ですね The オオーガナイゼーーーガガナナイイゼゼシショョン、ン、人どんな人かっていうと Employees People 人々を雇っている人うん資本家って別にそんな風に訳さないけど雇っている人ですねこの違いもし今あの覚えてない人はしっかりと覚えたらいいですね E2 つの方は従業員ですね次ですねえっと1行目から2行目にかけて ShopsRemainOpen ありますよねこれはト o イックが一番大好きなそして パート5で最も問われる第二文型の動詞です。リメイン。他にも seems とか、あるいは look とか、feel とか、ここら辺あるんですけども、断突、断突、群を抜いて問われる第二文型の問題はリメインですね。で、どっちがブランクになるかって言ったら、それは日によるんですよ。日に,日によるってのは回によるんですよね。リメインのところが直接、あの、直接、なんていうの ブブラランンンククにななるるここととももああオープンの部分がりますただオープンのとこがブランクになったとこでリメインがね第二文系だからし、えー、っと後ろに保護を持ってくるってことさえ分かっていればオープンが持ってこれるんですよねだからこのオープンのいろんな形が出てきたりする可能性が高いですで2行目に「at least two days each week」ってあるんでこれをねあの読解のためにしっかりと押さえておかなきゃいけないんですよあのいくら遠いからっていう 言ったったて問題に関係ないところばっかりをね、まあ、やりすぎるのもいけないんやけどもそこを飛ばすのもいけないんですよアレがあとで解説僕の解説聞いた時とか自分で復習する時はしっかりと意味取らなきゃいけないんですよねやっぱりいくら即読してたからって言って意味を取ら,取らなければ意味がないんですよねこれなんて訳せますかね頭の中でどういう風にイメージしますかこれまず「at least two days」でしょ最低でも2日でしょで「each week」でしょだからそれぞれの週最低2日っていう意味ですね こういうイメージつきますか ?at least two days each week, イズと days t each week みたいな感じでさ、パ,パパパッと流しちゃダメなんですよ。at least で最低で最低2日間各週にって意味ですね。これをちゃんとイメージできるかってことですね。で、3行目にフォスターってありますよね。トゥーフテシで。で、フォスターは、これはトイックでよく出ますね。で、お互い互換されるのは stimulate と encourage と promote ですね。促進するってそんな感じですね。stimulate、刺激する、促進する。うん。 これお互いパッパッパって4つ出ればいいですね。スティミレートなんか近いのありますかって言われたら、あ、フォスターですとかエンカレッジです、プロモートですみたいなね。プロモート近いの何ですかって言ったら、フォスター、スティミレート、エンカレッジ。ここら辺パッパッパッって五感出ると、すごい長文問題が楽になりますね。あとパート3、4聞くのも楽だし、もちろん、トイックのパラフレーズ対策になります。まだ英文にある。compensate A4 ってありますよね。覚えてほしいのは compensate あンンったら、前置詞は4ですね。何々のために埋め合わせをするって意味ですね。 A には人が入りますねこれはメイクアップの意味合いですね思想ラスす類記語はメイクアップです補償するとか補填するとかさて説問いきます <laughs> まず162アコモデイトってありますよねどうして使われてえ菊、ー、ンの方ではアコモデイトはハブルーム4で何て言うんかな収容するとかわかりますか 収容するる誰々に部屋を与えるぐらいのイメージなんですよでもトイックで今んとこ出てきてるのは新公式問題集で今回2回出てきたんですけどアコモデイトの意味は adjust to トトとか adapt うん合わせるとか適用するって彼らのニーズに合わせるとかそんな意味でのアコモデイトですねそういうふうにも使われると覚えておいてくださいそして162の選択肢 B ですね take time off ってありますよね take time off は take a vacation まあ休暇を取る この2つをねお互い行ったり来たりできるようにしといてください。163インプリメントありますよね。ごめんなさい、これ164でした。164。えー、インプリメントっていうのはどうして使われて実行する、施行するって意味なんですよね。類義語はエクセキュートなんですよ。で、エクセキュート、インプリメントにはそういう意味はないけど、エクセキュートの場合は、そのね、キリングって書いてあるんですけど、処刑するって意味もあるんですよね。 大学受験の時は、もしね、語彙力ある人は、エクセキュートは処刑するで覚えたと思うんですよ。そういう文章を読むから。でも、トイックとかに関して言うならば、エクセキュートは施工するとか、実行するって意味合いで出てきますね。人殺すって意味ではないです。えー、多分2だと。で、This is English。で、検索してくれれば、違いますね。えー、URL thisisenglish.jp で打ち込んでくれれば、Google Chrome とかね。まあ、どれでもいいんですけど、ブラウザーは。僕たちのサイトは出てくるんでね。 で、今日の復習 PDF、今回のやつ PDF にしてあるんで、あるいはね、MP3、僕のこの話を聞きたい人は、えー、下のディスクリプションか、あるいは、えー、この thisisenglish.jp のとこからパスワードを発行してください。僕はトイック400から2週間785行って、840、910っていう経歴を持つ、えー、最年少トイック講師の石崎力也でした。どうもありがとうございました。